アメリカの7月の PCE 個人消費支出物価指数は1年前から 2.5% 上昇しました。伸び率は前の月から横ばいで市場予想を下回りました。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は 2.6% の上昇で、こちらも市場予想を下回りました。伸び率は3ヶ月連続で同じ水準です。物価の瞬間風速を示す前月比ベースの伸びは 0.2% 上昇で、市場予想と一致しました。